あ、精神力の高め方ですね。何、うん、だろう、精神力の高め方。精神力って何ですかね。私は自分の体のポテンシャルが多分イコールだと思ってるので、うん、元気健康だからこそ精神力もそれについてくる、うん、だから精神力もそうだからこそ体が元気っていう、同じかなと思ってますね私は。まあ大事ですよね、うん、健康じゃないとやっぱり、うん、僕ね辛い時にね、まあ、やるんだけど、体がきつかったりとか、うん、ちょっと体調変だなって言ってもやるんだけど、でもやっぱり元気な方がね、精神力高いですね。そうだな、そんな感じは私はしますね。で、健康で美味しいものいっぱいちゃんと食べる、うん、そうですね、はい、こっちは何かありますか。屈折したユーモアですかね、うん、精神力強くないんで、うんうん、なんかそれをいなす方法を持っとく、ね、そうね、そうだね、自分が強いかなって言ったら別に強くないですよね、そんなにね、うん、あんまり強くねえなと思いますよね。まあ長さんと近いですけどね、精神力っていうのとちょっと違うかもしれないですけど、自信っていうところは自分がいろんな勉強したりとか、うん、いろんな能力を高めるためにまあ頑張っていくっていうところですよね。もう亡くなってる人なんですけど、まあ、佐川先生っていう武術の達人がいるんですけど、まあもう亡くなってますからね、亡くなる間際までトレーニングしてたんですよ。なんでやるんですかってお弟子さんに聞かれた時に、自信をつけるためだみたいなねことを言ってたらしいんですけど、やることやってるから自分は強いって思えるわけであって、そういったものが精神力につながるよみたいなことは言われてたんですけど、確かにそうだなっていうのは感じてますね、うん、やることやってるから自信が持てる、うんうん、これねうちの豆です、ほら豆ね、はいよろしくお願いします。はい、で向こう行こうか、はい。